投げ出す子をやり抜く子に変えるキッズコーチ、ミスターおかちです。一番の失敗、それは子供を楽しませようとしていたことです。子供を楽しませてはいけません。ある日こんなことがありました。おかっち、このゲーム全然面白くない。もっとおもろいやつやってよ。もっと俺らを楽しませてよ。え、なんで俺が君らを楽しませなあかんの？その時気づきました。僕が間違っていたと。それまで子供を楽しませよ楽しませよと思って与えすぎていました。与えられることが当たり前になった子供たちは自分で考えなくなった。自分で動かなくなったんです。まるでひな鳥です。お口をパクパクしていたらどっかの誰かが楽しいものを運んでくれる。このままだったら先が見えない時代を自分で切り開いていく力が育たへん。自分がやりたいことを最後までやり抜く力が育たへん。その考えを、その意識を変えないと。楽しいっていうのはどっかの誰かが作るんじゃない、自分で作る。そして子供ラボを作りました。子供ラボ、それは子供がやってみたいって思ったことをこの指止まれ形式で集めて町のプロフェッショナルと一緒に商品を作っていくというものです。そんな感じで自分が動かないと形にならない、そんなプロジェクトの中でこんなことやってみようかな、あれ面白そう、これやってみたいっていう想像力や企画力、そして自分が思いついたことを周りの人に提案するプレゼン力、そしていいねって言ってもらえる共感力、やったことないことでも一歩踏み出す行動力が育ってきたように思います。退屈そうにしてる、暇そうにしてる子供に楽しいものを与える、それをちょっとやめてしまって一緒に楽しいを作ってみるのはどうでしょうか。退屈な経験は想像力の源です。何もないからこそ何かを生み出す力が湧いてくる。おかっちはそう思う。